田村智子君。日本共産党の田村智子です。まず冒頭、10年に一度の改正に尽力をされた皆様に心からの敬意を表するものです。離島にお住まいの方々にお話をお聞きしまして、これからの10年、高齢者の方が島で安心して暮らしていくための支援策というのは一歩も二歩も踏み込むことが必要だというふうに受け止めました。年齢を重ねれば慢性疾患やがんなどになりやすくなると、これも自然の摂理です。そうすると定期的な当該受診、また付き添いの方というのも必要になってまいります。交通費や宿泊代が本当に大変だというお声は離島に共通する要求だと思います。新島村の式根島、35% の島民割合を使っても飛行機代は往復で17,300円になると。宿泊費は都内一泊10,000円から13,000円はかかる。検査なども含めてですね、数日間都内で宿泊しなければならないような場合もあると。付き添いも含めて財政的な支援をというお声は大変切実でした。新島村は比較的これさまざまな助成を独自にですね、行っている方ではないかと思うんですね。1回4000円で、がんの方は、年12回を限度、そうでない方は上限4回などですね。で、付き添いも子どもさんだけでなく、75歳以上の方への介助も認めていると。しかし、他の島を見ますと、非常に制度がバラバラになっています。法案では、国および地方公共団体は、医療の充実が図られるよう、特別の配慮をするものと規定をしています。交通費、宿泊費、そして付き添いの方も含めた助成、ここに国や、あるいは都道府県ですね、ここがどうするのかということが問われてくると思いますが、いかがでしょうか。伊佐厚生労働副大臣。離島振興対策実施地域における医療につきましては、都道府県が離島振興計画に基づきまして、患者輸送車、あるいは船、輸送艇の整備などの事業を実施しているというふうに承知をしております。この患者、またその家族の皆様への交通費、宿泊費に対する直接的な支援というものは厚労省は行っておりませんが、ただ都道府県が実施します、例えば輸送事業でありますとか、あるいは離島に居住する患者、あるいはが特定の医療機関に通院、入院せざるを得ない場合、こういう場合には、患者、またその家族の皆さんのための宿泊施設の整備事業に対して、財政支援を行っているという状況でございます。また令和4年度からこの実施要項におきまして、最寄りの医療機関までというふうな輸送に限定をされていましたものを、これは最寄りの医療機関の輸送に限らずに、例えば本土への輸送を含む適切な医療機関に輸送できるように支援の拡充を行わさせてまいりいただきました。引き続き離島における医療提供体制確保のために支援に努めてまいりたいというふうに思っております。田村智子君。はい、都道府県が計画に盛り込むことで助成が進むと思いますので、ぜひ地方議員と一緒に取り組んでいきたいと思います。御蔵島の方にお聞きをしましたら、介護事業者がないために、介護サービスが受けられないという深刻なお声がありました。これもこれからの10年の大きな課題になると思います。離島振興対策が実施されている254の島で、介護事業者がないという島がどれくらいあるのかというふうに資料を求めましたら、一番新しいもので、2016年度の実態調査だというんですね。で、それを見てみますと、離島の県域251の 22.7%、57の県域で介護施設、介護事業所が存在していないということでした。2018年3月、国交省が公表した離島地域における振興施策には、島民の意見、福祉、介護として、介護施設がないということが示されています。2021年6月の離島振興計画フォローアップでも、自治体から示された主な課題として、島内に介護サービス提供事業者はなく、離島介護サービス提供事業者を確保する必要ということが指摘をされているんですね。介護サービスが受けられないという事態をなくすためには、特別の支援策が必要だと考えますが、いかがでしょうか。厚生労働省大臣官房歳出審議官。お答え申し上げます。国といたしましても、離島の介護サービスの提供体制を確保することは重要だと考えております。具体的に申し上げますと、訪問系サービスの介護サービスの提供に対する介護報酬の加算に加えまして、地方自治体と連携いたしまして、
地域密着型サービス施設の整備に関しまして、補助単価の加算を行っておりますほか、ホームヘルパーの養成等の離島等サービス確保対策事業等を実施しております。またこうした各班の施策につきまして、離島振興施策に係る関係都道県政令指定都市担当者会議を含め、さまざまな機会を捉えまして、周知活動を行っているところでございます。引き続き離島に対する介護サービス提供の支援に取り組んでまいりたいと考えております。田村智子君。介護事業者にとっても事業が成り立つことが必要なんですね。でまた保険料に大きく跳ね返ってしまうと、人口規模が少ないですから、でまさにね、特別の手立てが離島については必要になってくると思います。医師派遣は仕組みがあるが、介護と看護師については人を派遣する仕組みがない。これが実情です。ぜひ踏み込んだ支援策を求めます。次に水の問題についてです。資料をお配りしました。東京23区それから八丈島、大島、この水道料金を示しました。島によって水の豊かな島もあれば、地下から取水をして塩を抜く脱塩処理が必要なところもあります。給水管の予備計25ミリ、使用量5から10立方メートルで比較をしますと、東京都23区は1立方メートルあたり22円、八丈島110円、大島町は175円、10立方から20立方メートルでは、23区128円、大島は270円なんですね。23区はですね、基本料金が高いので、実際の水道料金がこのままの格差になるということではないんですが、大島のように脱塩処理を必要とすると、電気料金の高騰が大きく影響を与えて、水道料金さらに値上げということになりかねないんですね。離島振興法は、生活環境の整備の中で水の確保を明記しています。老朽化した水道管の更新や耐震化、それから現在、補助制度がないランニングコストへの支援、ここもぜひ検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。厚生労働省大臣官房、山本審議官。お答え申し上げます。水道事業につきましては、独立採算性が原則となっておりまして、水道施設の整備につきましては、水道料金により必要な予算を確保し、計画的に行うことが基本ではございます。しかしながら、地形や水源からの距離等の条件によりまして、施設整備費が割高となるなど、経営条件が厳しい水道事業者が行う施設整備事業を対象としまして、その整備に要する費用の一部に国補助を行っているところでございます。特に離島におきましては、地理的事情により経営条件が厳しい場合が多いため、離島地域における水道施設の整備に対しては補助率のかさ上げを行うことにより、離島の実情に配慮した補助制度としているところでございます。今後も引き続き地方公共団体のご意見を伺いながら必要な支援を行ってまいりたいと考えております。田村智子君。失礼しました。総務省大臣官房、馬場審議官。お答え申し上げます。水道事業は公営企業でございまして、事業の費用を利用者からの料金収入で賄う独立採算が原則であります。自然条件などのやむを得ない事由により、建設投資が割高となり、資本費が極めて高い水道事業に対しましては、他団体との料金格差の縮小に資するため、高料金対策として地方財政措置を講じております。具体的には、上水道事業には、資本費が全国平均の2倍を超えるなどの要件を満たす団体、下院水道事業は資本費が全国平均を超えるなどの要件を満たす団体に対して、一定額を一般会計から繰り出すこととし、その8割を地方交付税措置をしてございます。今後とも関係省庁と連携しながら、引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。田村智子君。はい、もう一つ、この物価高騰の中で、ガソリン代、灯油代、非常に切実になっています。特別な手立てをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。資源エネルギー庁、貞満資源燃料部長。はい、お答え申し上げます。足元の原油価格高騰に対しましては、離島を含めて
ガソリン、灯油含むですね、燃料油に対する激変緩和事業、これ、累次にわたって強化してございます。先般閣議決定されました総合経済対策におきましても、現在のこの事業をですね、来年度前半にかけて引き続き延長して実施するということにしてございます。また、離島につきましては、従来から輸送形態と本土からの距離に応じてガソリンの輸送コスト相当分を補助する離島のガソリン流通コスト対策事業を実施しておりまして、各都の状況に応じてリッター当たり7円から、70円程度で補助をしているところでございます。今後も油価の動向、離島と本土の価格差などをしっかりモニタリングしながら、これらの制度を適切に運用してまいりたいと考えてございます。田村智子君、最後に大臣にと思ったんですけど、時間が来てしまいました。ぜひこれからの10年、特に高齢化の問題って非常に切実ですので、進行になるようによろしくお願いしたいと思います。終わります。他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと見ております。これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。離島振興法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、森谷君から発言を求められておりますので、これを許します。森谷